おはようございます。坂野久保です。先日私はレコードなくなるじゃないや、レコード残る CD なくなるというようなタイトルの動画をアップしたんですが、えー、結構皆さん関心のあるテーマのようで、コメント結構来てますね。でいくつか紹介したいと思います、えー。高松貞治さんからですね、すみません、貞治さんというのかな、貞治さんというのかな。ごめんなさい、ちょっとわかんないんですけども、高松さんからのコメントです。読んでみます。 全くく同感でです。す。私の予想ではレコードもなくなると思います今から10年ほど前アメリカの大手音楽会社の社長が日本から CD をなくしてやると息巻いていたのでほんまかいなと思って見ていましたがその通りになりました少し違うかもしれませんが「誰が音楽をタダにした?」という本も数年前発売されどうも本を原作に映画まで作られますピーター・バラカンさんのラジオでも同じようなことを言っていたのでどうあがいてもこの流れは変えようがないと思います レコードも CD もこの世から完全になくなると思います。なんて言ったって、昔買ったレコード数万円した1枚が今ではサブスクで数百円で簡単に聞ける日々です。もうやってられません。びっくりマーク。このままではレコードも CD も過去の遺物となるのでしょう。 というコメントでございました。コメントありがとうございます。そうなんですよね。だいぶもう淘汰されてきちゃってるような気がしますし、もうそもそもニューヨークにはですね、中古レコード屋さんはありますけれども、タワーレコードとかそういういわゆる CD ショップ、レコードショップっていうのは新法を置いてるのはね、もうないそうなんですよね。だからもう時代の勢いっていうのはもう止めようもないような気がします。ただ私は残ると思いますけれどもね、細々とになるかもしれませんけれども、レコード、まあレコードは今結構ね、 高校生でブルノートコレクターの方からのコメントもあったりもするように今若い人は結構レコードに注目している気はしますけれども CD がやばいかなって感じはするんですねでもまあ CD がだいぶ勢いがなくなってきてですねでも私はもう CD 世代で CD 集めまくってる人間だからどうしましょうみたいなね感じの動画を先日アップしたんですけれどもとはいえ やっぱり CD も細々と残りはするとは思うんですね。完全になくなるってことはないと思います。それは新聞と同じような気がして、もう新聞って発行部数がどんどん激減してるじゃないですか。それでもやっぱり新聞で情報を毎朝こう、収集していた人たちからしてみれば、今更そういう習慣も変えるようもないし、 で新聞は新聞での良さがありますからね情報の優先度みたいなものが面積で測れるというような利点もそういうアナログ的な素晴らしさもあったりもするのでやっぱりあとプロの。 あの人たちによる編集面付けがされているのでやっぱりあの、まあ、各新聞社によっての見解は違いますけれども情報の優先度っていうのが本当一目でパッと開いた時の面積の広さそして見出しでもうパッと分かるのでねその情報に対してのその新聞社ならではの見解ももちろんそういう恣意的なものももちろん入ってはいますけれどもやっぱりねこう面積でこうね あの情報の優先度だったりとか重要度っていうのがパッとわかるというところに関してはこうフラットにね全てのニュースが全て同じ見出しの大きさで並べられるインターネットのニュースとはちょっと違う良さもあったりもするのでまあそういうのがいいよねっていうところで。 だからネットのニュースにはなじみないよねっていう、なじめないよねっていうような、まあ、オールド世代の人たちからしてみれば、多分新聞っていうのは貴重な情報源であり、今でもですね、取り続けてる方も多いと思いますので、そのような意味で新聞っていうメディアが、まだまだしばらくは、まあ、部数こそ減りこそすれですね、なくならないのと同じように、やっぱり CD もなくならないんじゃないかなとは思うんですよね。とはいえとははええやっぱり あの少なくなっていくんじゃないかなとは思いますしやっぱりあのジャニーズ系のアイドルだったりとかあとねあの坂道系のアイドルみたいなアイドルグループみたいな感じでやっぱり物体としてねそういう単なるデータだけじゃなくてそういう写真がついているとかですねそういうおまけがついているというような中身の音楽そのものプラスアルファの物体の方が重要だったりするようなこともあったりもするので。 あとまあ相手に渡したりとかやっぱり私新曲出しましたって言いつつデータ上ですっていうとなんかあんまりね実感湧かないとか様にならないような気もするのでやっぱり物体を出しましたの方がやっぱり何か作品を出したような感じにもなると思いますので物体としての音源っていうのは私は全くは、まあ、ゼロにはならないんじゃないかなとは思いますね。だから あのまあ、過去の異物にはなると思いますあの高松さんのおっしゃる通りただしぶとく残るんじゃないかなとは思いますねあの唯一の CD 国内唯一の CD プレス工場はここだけになってしまいましたみたいな風になるのかもしれませんけれども完全にこの世から消滅するってことは、まあ、ここしばらくはないんじゃないかなっていうのが、まあ、私の見解でございますねまあとはいえやっぱりね今は 気軽ににね、ね、ね。けるる時代になっっててしまってるのでで、ね、<laughs> サブスクとかで、ねまあ、私はどっちかというと本の方でスポティファイじゃなくてあの <laughs> 私の場合どちらかというとサブスクというと本の方なんですよねどっちかというとあの Amazon だったりとかあとはオーディオブックのように本聞き放題みたいな定額料金で。 あのたくさん、まあもちろん新刊とかお金払いますけれども、読みたい本というよりは、最近は私の場合、本の場合、聞きたい本みたいな感じになって、もう浴びるように聞きまくってますけど、ね、なんて安くて便利なんだろうと思ってますけど、音楽もだんだんそういう感じになってきてるんじゃないかなと思っております。それで前の動画でもお話しした通りですね、私の場合は、もうザッピング感覚だと思うんですよね、そサブスクっていうのは。まずはチェック。で気に入ったら、もっと高音質のものだったりとか、あとは、 物体としての cd を cd、あるいはレコードを買うっていうような流れになっていくんじゃないかなとは思っております。まあ、とはいえですね、やっぱりあの、それは受け手がね、自由に選択できることではあるんですけれども、送り手としてはやっぱり悩みどころなんじゃないかなとは思うんですよね。せっかく曲作ったとかね。えー、レコーディングした。じゃあ、どういう形態で、どういう感じであの発表するのか、どういうメディアに封じ込めるのかっていうのは。 多分送り手のすごい悩みどころになってくるんじゃないかなとは思っておりますね。ということを考えさせていただきました。えー、高松さん、書き込みどうもありがとうございました。えー、次がですね、えー、ラクス S え、ごめんなさい。も読めないです。楽、楽、LAKSDFHJAS さん、読めなくてごめんなさいね。からのコメントでございます。 ご無沙汰しております、ジャズ好きな大学生です。なかなか投稿スピードについていけず、半周回遅れくらいで動画を見ております、あすいません、最近ちょっとね、あの投稿本数、一日の投稿本数、減らしてはいるんですよ。前はもう狂ったように、一日3回ペースぐらいでアップしていたんですけど、今はアップしない日もあったりとかね、一日1回ぐらいのペースで、 ネタがある時とか時間がある時は1い日ちいち2回ぐらいのペースにしてるんですけど、まあそれでも早いですか <laughs> すいませんですね。でも最近はもうほとんどコメント読み上げ動画になっていってしまってますけれどもね。まあマイペースでついてきていただければありがたいなと思っております。戻ります。私は CD とレコードをどちらも所有しております。私の友達の大学生もレコードを収集しており、割と若者の間ではレコードが流行っているのかもしれません。 祖父の実家に古いジャズのレコードカッココールマン・ホーキンスなどがありそれからジャズが好きになった私はやはりジャズはレコードでという考えがずっとありましたしかし最近になってジャズ喫茶のマスターの現代ジャズ CD あ現代ジャズは CD で買うことが多いという話を聞いて意外と CD も良いという考えに変わってきました寺島さんの新しいジャズを聴けですかねあとイーグルの後藤さんも割とその辺のメディアにはこだわりがないようなことを書いていたような ものを読んだ記憶がありますけどもねあ戻ります CD も棚に飾ったりするとジャズ喫茶っぽくて楽しいのですそうですね特にブルーノートはレコードで買うのは値段が張るので最近はほとんど CD です サブスクも利用はしているのですがまさに概要を把握するという感じの使い方をしているためサブスクをメインに聞くことはないですただサブスクは現代の新人アーティストのアルバムを聴けるため50年代のハードバップとは別のジャズの楽しみ方もできて良いです、まあ、確かにそうなんですよねこれからの若者っていうのは、まあ、気軽にアップできるというメリットもねあったりもしますからねサブスクにはねだからチェックするにはすごくいいと思うんですよねわわざわざ店に切って それで店頭で悩んでねそれでレジに持ってってお金払ってお釣りもらってとかしてそれでまた電車に乗って家に帰ってどんな内容かなワクワクっていうような手間が省ける分まあその手間が良かったりもするんですけどね期待が高まってみたいなねで期待が高まっただけにあの内容がいまいちだとものすごくがっくり度も高いんですけれどもそういうことなしに気軽にポンと聞いて「はいそうね」みたいなね <laughs> それでおしまいみたいな。 こととももあるるかししれませんん意外といいの眠ってるじゃんみたいなねそういう発見の仕方もあったりもするのでねだから本当にカタログって感じですよね商品カタログみたいなこれ分厚いものがお中元とかお歳暮カタログみたいな分厚いものが家に送られてきてさあどれ買おっかなみたいなペラッペラッペラッ,ペラッってめくってってあこれもいいなあれもいいなあれもいいななんて趣旨つけつつもですね結局 買うのは1個だけみたいうこれに決めたみたいな何百個の中から1個みたいなの選んで,るんでそれがきっとレコードであり CD になるんじゃないかなと思いますけれどもだからまあ便利な時代って言えば便利な時代だとは思うんですよね使い方次第ではね。まあ サブスクだけっていうのはちょっと味気ないような気もしますしねだってやっぱり端末がやっぱりスマホとかタブレットになっちゃいますからねだからあんまりそれをオーディオ機器に接続して大音量で高音質で聞くなんてことはありえないと思いますしまあそういう方もいらっしゃるのかもしれませんけれども気軽にチェックして楽しむという意味ではですねとても便利なものが登場したなぁとは思っていますけれども ただね、私の場合、やっぱり音楽の場合は、ちょっとそういうちょっと儀式めいたものがまだ体に染み込んでいて、まあ、レコードじゃなくて CD なんですけれどもね、やっぱり CD のトレーに円盤を乗っけて、それでジャーってトレーにしまって、再生装置を押すみたいなことがないと、あんまり音楽聴いてる気がしなかったりもするんですけれども。 まあどちらかというと私の場合は本の方にそういう抵抗感が全くなくなってきちゃっていますよねまあ本は本でその想定が良かったり紙の質だったりとかパラパラってめくった時のインクや紙の匂いも良かったりもするんですけどね物体としてのでも本当に本に書かれている内容はまあ情報だとするとその情報を自分にとって有益か不要なのかっていうのを判断するのっていうのは意外と私の場合はアマゾンだったりとかねオーディオブックの まあサブスクでもうちょっと気になる本をダウンロードしてしまいそれで3倍速とか3.5倍速とかぶっちゃけてくれこれぶっちゃけくれって聞いてそれで引っかかるところが多い本を改めて買うみたいな感じになっているんですねだから割とそれと似たような接し方に将来私音楽に関してもなっていくんじゃないかなとは思っていますけれどもまあどうなるのかは分かりませんけれどもまあ もう時代がどんどん変わってきていることは確かだと思いますね。特に今年のコロナ禍もありますのであんまりほら外出できない時期あったじゃないですか。そうするとやっぱり CD ショップとかもあまり行けなかったわけですよね。そうするとやっぱりインドアでね。 外に出ずともして音楽を楽しめるというようなこうねサブスクに登録したりとかそれで初めてサブスクを知ってですね家の中で自宅の中で気軽にたくさんのもう無数の選択肢の中から自分の好きなものをチョイスして楽しむような習慣が身についたというような方もきっと増えたんじゃないかなとは思っていますけれどもねだからもう良くも悪くも今すごくですね時代の変革期でありそれは音楽をも含めて時代の変革期が来ているんじゃないかなとは思っていますね。 ある意味明治維新前夜前後ぐらいな時代なのかもしれませんね、歴史になぞらえるとね、もうそれぐらい結構今は時代のターニングポイントに我々はあの結構立ち会ってるような気がするような感じがする昨今でございますよね。まあ まあ、50年後生きてないとは思いますけれども、50年後この年はですね、この前後の年はどう歴史の教科書に記されているんだろうなんて、ちょっと興味深く思ったりもしますけれどもね、まあ、そんなことを考えさせていただきました。どうも書き込みありがとうございました。ということで、まだまだいろいろコメント来ているので、もしかしたら紹介するかもしれません。また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ